男の子、あれですよ、28歳ですよ、まだねえ、なんかさっき後ろの人がね、あのギター弾いた時に顔見せましたからね。うちらやってる時はなんかどうでもいいみたいな顔されて、おじさんってダメみたいでね。ってことでね、もうほぼほぼミニライブ最後の曲なんですけど、じゃあ最後はロックンロールな国道136号線の曲、414号線で、そうですね、ここ414号線なんですよね。ってことで、じゃあ最後はだけどだけどだけどで、ね、いきたいと思います。
あと数時間でこうやむっていうから。まあこういう形でやるのもありかということでね、演歌ですかってことで、また勝手に質問しますのでよろしくお願いします。せーので、だけど三森でした。なんか皆さんお食事をしてる最中になんかバコになってますから、ってことでね、お決まりのメンバー紹介したいと思います。まずはもうあの期待の新人でね、ピックアップは一つでカールコードでも7度とは超級というまさきくんです。そしてなんかあのギター勝負にしてくれると思いますが、なんかベースに逃げたんだわけじゃない。本来はベーシストでもある、ベースも本業の小倉さんです。そして今日は本当は青いドラムを叩きたかったんじゃないかなっていう、じゃないですか。あのこんな状況になっちゃったんで、あの花本で前に出たら誰もいなかったと言って、いやもう花本ずれても俺の前に出てる人いない。あのなぜか花本とか着せられてますね。あのちょんまげして、ちょんまげって言うとなんか最近あの話題のカップルさんのあの方になります。あの月を見ると、宮様を見ると月に見えますわ。あ、そういう方じゃないですね。あ、そういう方じゃないですね。あの話題のカップルの方ではありません。あの弁護士を目指している方ではありません。文化省の堤さんです。そして日本一のマシンガー、日本お騒がせいたしました。これからあの12時半に向かって家族の声に多いとおりです、本当はここからやりたかったんですが、もうこの天気になってしまったので、またあの来年以降やらせていただきますので、どうもありがとうございました。